蜂の毒針と、その先端から染み出す毒液しないデザートスコーピオン。サソリは湾曲した尾の先端に毒針を備える。清ロスズメバチの毒針、操作型電子顕微鏡による画像。清ロスズメバチの毒針、電子顕微鏡による画像。赤エイの毒針生物における針は、体の一部が変形した、細く鋭い棒状の突起物を刺す。主に動物体に見られる。 英語では、スティンガー及び、スティングの一種ということになるが、日本語の用法とは、差異があり、産卵感も含む。針とトゲには明確な定義がないため、両者は混同されることが多い。一般的には、とても細く、単独で存在し、突き刺すという攻撃性の役割を担うものが、針、少し太めで、数多く存在し、外敵から体を守るなどといった。 防御性の役割を担うものが、トゲと、このように使い分けられているようであるが、その境界は曖昧である。また、専守防衛的で多数が存在するものとして、例えば、赤い投影類の一部が尾に持つ毒針などがあるが、日本語ではこれを、毒トゲと呼ぶことも、少なくない。針構造の中で、刺した対象に毒を注入、または敵化するものを特に、毒針といい、専門用語で、 独身、一般用語では、毒針と呼ぶ。初めの昆虫が持つ毒針は、産卵管が変形した器官である。このため同じチメであってもオスバチには毒針がない。針の中に細い溝があり、刺して流し込む構造になっている。それほど、硬くない問い状の毒針の仮面が、毒針症と呼ばれる外骨格の延長に包まれている。毒針症は対象を刺すための器官である。 毒船という機関で作られた液体の毒が一時毒脳に蓄えられ、毒針の中を進んで送り出される。司法は、司法動物が備える毒針である。攻撃性と防御性は共に高く、その数はおびただしい。毒魚の中で、毒針や毒トゲで刺すものを死毒魚といい、比較的よく知られているものは、エイ類、ゴンズイカ、フカカサゴ科、ハオコゼ科、アイゴカなどに見られる。 毒を分泌する他の生物部位のうち、突起物構造を持つものを挙げる。ありがとうございます。